角の合宿がどうして霊山か樹海の二択なの？旅先の出会いが楽しみだったのに。こんなのどっちも出会えるのは幽霊だけじゃない。冗談じゃないわよ。乙女の青春は一度しかないんだから、私にだってかっこいい人と出会う権利があるんだから。あ、そうだ、合宿に行ったふりでちょっとだけ遊びに行っちゃおうっと。うん、我ながらいいアイディア。あ、サライ、私合宿はちょっと遅刻して途中から合流するから、うまくいっておいてくれる？あそこをなんとか。お願いサライちゃん。うん、ありがとう。お土産買ってくるからね。よし、かっこいい人見つけるぞ。